こちら浦安情報局こちらの時間です。今回は市が実施しているがん検診や特定検診についてお知らせするため健康センターにお邪魔しています。では今回のこちら浦安情報局のラインナップです。はじめに復興情報、続いて市内の出来事、スポーツで輝け、明日の幸せは検診から、食卓はシェフの味、そして浦安高校創立40周年をお送りします。では早速復興情報をお知らせします。今回もシンボルロードなどの災害復旧工事工期延長のお知らせです。シンボルロードでは校区内全線に常設作業隊を設置して災害復旧工事及び液状化対策工事を行っています。これに伴って交通渋滞が発生しているため一部の信号サイクルを変更するなどの対策を講じています。シンボルロードや舞浜駅前などの工期は12月27日までを予定していましたが、工事内容の変更などにより平成26年3月25日まで延長することになりました。ご理解ご協力をお願いいたします。続いて市内の出来事をご覧ください。11月30日には郷土博物館主催の樹木探訪会、これは市内に昔からある巨木などをめぐり自然的・文化的価値を観察していくものです。浦安駅付近に集まった参加者はまず今回の講師樹木医の有田さんによる浦安の巨木についての説明を聞きました。最初に向かった先はかつて浦安のシンボル的な存在だった大松があった場所、ここには3種類のモミジがありました。続いてやってきたのは清流神社、ここの木は漁が盛んだった頃漁師たちが海から戻ってくるための目印にしたということです。この木は樹齢およそ100年になるそうです。隣の大蓮寺では大きなイチョウの観察、続いて訪れたのは旧大塚家住宅、ここでは生垣に注目しました。ここの生垣は乳母菓子、備長炭になる木です。フラワー通りの裏にある空き地では猿の腰掛けを発見しました。豊受神社では浦安市の文化財にも指定されている大イチョウ、今では大きく広がっていますが昔はビンと立っていました。現在は雷か津波の影響で分かれてしまったそうです。参加した皆さんはメモをしたり写真を撮ったり興味深そうに話を聞いていました。同じ11月30日には日の出中学校で1年生のキャリア学習働くエスト、これは日の出中学校をサポートしようと保護者が立ち上げた組織日の出中サポーターズクラブが中心となって行われたものです。今年で3回目となったこのキャリア学習、今年は創立20周年であることから卒業生の講師を昨年より増やしました。その結果26人の講師のうち8人の卒業生を迎えることができました。職種の数は24、生徒たちは45分間の講義を2回受けることができます。ここは卒業生講師の一人公認会計士の仕事、三大国家試験の一つが公認会計士の資格、この資格を取るためにはどうすればいいのかなどの話を聞くことができました。こちらは食品卸売の酒類輸入などの講義、ここではジュースを飲み比べて商談にチャレンジしました。ビューティーコンサルタントの講義では人をきれいにしてあげたいなど
仕事に対しての気持ちについての話、 JAXA の技術者も卒業生、 CG で宇宙についての説明です。レーシングドライバーは自分がレースに出た時の車載カメラで撮影した映像で、レース中どんなことが行われているのかを話してくれました。この他に不動産取引やアパレルの企画販売の仕事など多彩な職種が用意されていました。働き始めるまではもう少し時間がある中学1年生ですが、みんなの目は興味深そうに話を聞いていました。この経験はきっと将来の役に立つことでしょう。12月8日にはブライトンホテルで浦安市テニス協会の創立30周年記念式典、まずはテニス協会会長の挨拶、続いて日本テニス協会常務理事酒井俊郎さんによるテニスの素晴らしさと題した記念講演。浦安市テニス協会は昭和57年に創立、できた当初は加盟団体7団体、会員も1089人でした。その後、浦安の人口が増えるとともにテニス人口も増え、30年経った今、30団体が加盟し、会員もおよそ1900人と、浦安で一二を争う大きなスポーツ団体となりました。来賓挨拶では、市長や浦安市体育協会会長、千葉県テニス協会会長が挨拶しました。テニス協会に様々な形で貢献している団体の表彰です。そして個人表彰。浦安市テニス協会はこれから先も頑張っていくそうです。続いてはスポーツで輝け、レッツダンス。プロダンサーの辻幸男さんによるリズムダンスのワンポイントアドバイスです。今回も腰のストレッチをやりたいと思います。まず左の腰を左斜めに、足を出すようにして、そちらに腰骨を出すようにします。そしてちょっと難しいかもしれませんが、斜めに出した腰を反対の後ろの方に回して、反対の足を出します。腰の動きを使ったステップをいきたいと思います。左足を斜めに出すときに、右手をパーにして伸ばします。ここを出して、次に戻します。そうしたら手を腰にして、左に2回ステップをいきます。腰を後ろの足を伸ばして寄せます。それを早く1、2、3、4といきます。今のステップのポイントとなるところは、斜めに足を出すときに反対の手はしっかりと伸ばして、パーで伸ばします。腰は斜めに出して、手も斜めに上にしっかり伸ばします。ステップをするときはちょっと早いですが、軽く行くのではなく、しっかり腰を上げるようにして、早くなっても腰を動かすようにして行ってください。日本人の死亡原因のおよそ6割を占めるという生活習慣病。これらの病気は検診を受けることで早期に発見できたり、発症を防ぐことにもつながります。
生活習慣病、以前は精神病と言われておりましたけれどですね、その精神病という言葉が成人になってから出る病気ではなくて生活習慣の中から出てくる病気だということで今生活習慣病という言葉が使われていると思うんですが、その生活習慣、それをさらに一歩掘り下げましてですね、今メタボリックシンドロームという言葉皆さんよく聞くと思うんですけどですね、いや病気になる前の段階で病気の発生を防ぐことができるようなことができないかということでですね、ごく軽度の軽い少ない数値の少ないですね異常値検査の上での異常値が組み合わさってもですね、将来的に大きな病気になってしまう可能性があるということで、まあ、病気の芽をつぐむっていうんでしょうかね、そういった意味で今メタボリックシンドロームをいかに予防するかということを、まあ、それを早く見つけるかということが検診の一つの意味になってますね。かなりいろいろな検査法が進歩しましたのでですね、がんの種類によってはかなり早期の時点から発見できるものもありますし、例えば肺がんであるとか胃がんであるとか大腸がんであるとか、そういうものにつきましてはですね、かなりいろいろな検査法が考え出されており、早期発見できるようにはなっておりますね。がんをとにかく早期に見つけるということは非常にこれ重要なことで、最近はですね、ある程度治療というんですが、医学が進歩しましたので、一旦治療して5年間再発しないとがんは大体治ったと判断されるわけですよね。でそのようながんが非常に多くなっております。要するに早期に発見して早期に治療すること、これはがんということについては非常に重要なことであると、そう思います。健康センターの2階にやってきました。こちらでは胃がん検診と乳がん検診を行っています。今日は検診について健康増進課の亀田さんに詳しく教えていただきます。亀田さん、よろしくお願いいたします。浦安市で行っている検診は、検査の健の字を当てるがん検診と健康の健の字を当てる特定検診があります。特定健康診査は、いわゆる一般的な健康診断のことを意味し、健康であるか否かを確かめるものです。がん検診は、例えば胃がん検診、肺がん検診というように、特定の病気を早期に発見し、早期に治療することが目的です。これらの検診は、3月終わりから4月上旬に対象の方に郵送させていただいた受診券があれば無料で受けることができます。健康センターで行っている検診はどのようなものがあるのでしょうか。健康センターでは胃がん検診と乳がん検診を行っています。胃がん検診は今年度分の日程は定員に達したため受付を終了させていただきました。平成26年度の受診券が届き次第お申し込みください。乳がん検診の今年度受付は、超音波検診が12月19日以降、マンモグラフィー視食診が平成26年2月13日以降の土曜日を除く日程となりますので、お早めにお申し込みください。この他受けられる検診はどのようなものがありますか。健康センターで行う検診以外に、市内の医療機関で行う検診があります。肺がん、大腸がん、前立腺がん、子宮がん検診は市の指定医療機関で行われる個別検診になります。平成26年3月末まで実施しています。特定健康審査、後期高齢者健康審査は、市の指定医療機関で平成26年1月末まで実施しています。がん検診と一緒に受けていただくことをお勧めしています。特定健診は40歳以上の全
全ての方が対象ですが、加入している健康保険によって受診方法が異なります。詳しくはお手持ちの健康保険証の発行元にご確認ください。それぞれの検診はどのような検査を行うのですか？肺がん検診では胸部 X 線撮影、大腸がん検診は便潜血検査、前立腺がん検診は血液検査となります。特定健康診査は血圧、身体測定、尿検査、血液検査など、また必要に応じて貧血、心電図、眼底検査を行います。乳がんの集団検診は土曜日も行っています。また個別検診では土日実施している医療機関もあります。受診券がお手元に届いたら、ぜひ早めにお申し込みいただき検診を受けてください。生活習慣病、それからメタボリックシンドローム、実は、ね、症状出ないことがほとんどです。要は症状が出ない状態で静かに病気だけがこう進行してしまって、それがある程度の段階に行くと、もう取り返しがつかないっていうような流れがありますのでですね、症状がないからいいじゃないかっていう、時々耳にしますけれどですね、そうして、症状がない中でもですね、静かに病気がこう進行してしまって、体を着々と蝕んでしまっている状況、これをいかに早くですね見つけて、それでそれの進行を止めるかというのが、一つのこのメタボリック検診というんでしょうかね、目標であります。ね、もちろんですね、お医者さんに通われた時に、そこら辺の中、自分の体のことについて疑問に思うような方だったら、積極的にかかりつけの先生にお伺いしてなっていただきたいところではありますがですね、検診というのは聞かなくてもですね、ある一定の基本的な項目を調べることでカバーできなかったところを 見つけてくれる可能性も出てくるわけです。積極的に受診された方がよろしいと思います。大多数の方、去年も今年も同じような所見点でしょうかね、異常がなりませんというような方が多いとは思うんですけどですね、病気というのはある一定のところでこう出てくるっていうんでしょうかね、その出てきたとき早期に見つけるということにつきましてですね、1年に一遍は受けましょうということで、早期に見つける、異常が出てきたとき、出始めに見つけることができる可能性が非常に高くなると考えた方がよろしいと思いますね。仕事や家庭を優先して知らない間に病気が進行してしまえば、それどころではなくなってしまうということですね。そうですね、ぜひ早めに受診していただきたいと思います。市民の皆さんにはぜひ定期的に検診を受けていただきたいと思います。亀田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。検診に関するご相談は健康増進課までお問い合わせください。また検診以外にも保健師が禁煙相談など健康相談に応じています。お気軽にご相談ください。さあ、続いては食卓はシェフの味。東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾートの総料理長、石井孝之シェフが5回に分けてクリスマスのコース料理をご紹介しています。今回は第4弾ローストチキンです。それではまず鶏肉から入っていただきます。中抜きを、ね、この油のところを全部取っていただきまして、中の内臓がありますので、この油のところを、腎臓とかございますので、それを指で取っていただきます。この首の皮をですね、この手羽で止めていただきます。あとはももの関節をこう入れていただきまして、ローストチキンのこう形を作ります。尻尾のところに紐を入れていただきまして、これをバッテンを作ります。バッテンを作りましたら、このバッテンを足の間にこう挟んでいただきます。それを長い方をですね、こうずっとこの肩の方まで回していただきまして、
こちらで結んでいただきます。まんべんなく塗っていただきます。この間もですね、火が入りにくいので油を塗ってください。そうしますと、こう皮がこうパリッとこう立ってまいりますので、そうしましたら外していただきまして、少しこう野菜の角が取れて、こうなんですか、丸みが出てきますと、こう野菜の甘みが出てきているということですので、そのぐらいまで炒めていただきましたら、乗せてテフロンパンに乗せていただきます。そうですね、これが15分、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 1時間ぐらいですかね、少しずつこう動かしていただければちょうどいいと思います。焼き上がったか焼き上がらないかの目安ですね、揚げて中のジュースが透明になったかならないかを目安にしてください。そうしましたら、このお野菜ですね、おソースを作ってまいります。白ワインですね。アルコールが飛びましたら、チキンストックをですね、入れていただきまして、でこう煮詰めていっていただきます。最後に浦安高校創立40周年をご覧ください。昭和48年、浦安がまだ町だった頃、浦安に高等学校を作ってほしいという強い要望から誕生した千葉県立浦安高等学校。第1期生は 1.73 倍の競争率を突破した266人が入学しました。それから活気あふれる学校として多くの卒業生を輩出してきました。しかし次第に校風は荒れ、生徒たちの出席率、進路決定率は下がり、遅刻者、退学者は増える一方となり、目も当てられないほどの学校となりました。このままではいけない、浦安の高校を立て直さなくてはと立ち上がったのが、 OB や地域、保護者、そして先生たちでした。浦安高校の改革が始まったのは平成16年のこと。改革の一つとして取り組んだのが、この年入学した生徒全員が部活動に入ることでした。その時生徒たちに少しでも良い環境で部活に取り組んでもらおうと、 OB や保護者、地域の方が協力して行ったのがグラウンドの整備でした。また中高教員交流事業の制度を使い、中学校の部活で好成績を残している先生たちを迎え、部活動を通して生活面から生徒たちを指導してきました。その中でも野球部は平成22年の春の県大会で32年ぶりのベスト4、夏にはベスト8と千葉県の高校野球大会に旋風を巻き起こしました。教師の交流事業で浦安高校の教師になった一人、川本先生は浦安高校の卒業生でもあります。その川本先生に話を伺いました。まあ、自分が出た学校なので、まあ、これじゃあ確かに自分も正直言って、中学校の生徒にですね、先生どこの高校出たのと言われた時に、浦安高校だよと、え、浦安高校出て学校の先生になれるんですかってよく言われました。はい、まあ、だからちょっとこれじゃあまずいと思ってですね、少しでも、はい、頑張ろうと思って、はい、そんな話を受けました。はい、そうですね、最初自分と一緒にですね、来た生徒たちがすごく頑張ってくれて、今までのこのような状況から変えていこう、で崩れなかったんですね、その子たちが、はい、で今があると思います。
だから我々の力だけじゃなくてですね、もちろん応援してくれる、くれてた地域の人とか同窓会の方とか PTA の方とかで、何よりもその一緒に入った生徒たちが、自分たちの言ってることをすごく理解してくれて、じゃあ僕たちも変えていこうということで、その頃ですかね、部活も結構盛んになりつつあってですね、なんか派遣口を探してたっていうのもあるんでしょうね、だそれが爆発した時は、野球もそうですし、自分が持ってるバスケットもそうですし、絶対に、県大会だよと、でみんなで頑張りました。本当に生徒と皆さんのおかげです。野球部が活躍した翌年の平成23年の東日本大震災、浦安にも甚大な被害をもたらしました。液状化で噴出した土砂を取り除いたり、便袋を各家庭に配布するボランティアに精力を注いだ生徒たち。浦安高校では震災以前からボランティア活動に力を入れてきました。通学路の清掃をはじめ、学生防犯委員会V5に参加し、防犯の啓発など意欲的に活動しています。生徒をはじめ学校を見守り援助している PTA、 文化祭や体育祭などの学校行事にも積極的に参加しています。さらに進学意識の高い生徒のサポートや進路ガイダンスなどの支援もし、学校再建に一役買っています。このような活動が評価され、今年8月 PTA 文部科学大臣優良団体表彰を受けました。昨年度うちの方で一応県に対しての、大会なんですけど、そこで、今まで浦安高校の歩みをですね、発表したということと、日頃、うちらがやってることと、あと今年になって初めてですね、冷房を学校につけと、それが一応 PTA としてつけて、そういったのを実績があるということで表彰されたんで、ありがたいなと思ってます。我々だけ、大人だけが先に進んではいけない、子どもだけは先に行かせてはいけない、先生だけが先に行ってはいけない、もちろん平等にみんなで一緒に一斉のせいでスタートラインから行きたいという形は、気持ちはもうずっと持ってますので、それを先生方と子どもたちと一緒に行きたいなとは思ってます。創立40周年を迎えた浦安高校、これからの浦安高校について校長先生に話を伺いました。本校は本当に生徒指導を中心にですね、学校が落ち着いて、今はですね、本当に落ち着いてですね、安心学校の学校ということで、生徒本当に頑張ってますので、2つ私考えております。1つは、学力向上に向けてさらに発展すること、それからもう1つはですね、地域との連携を図りながらですね、地域と一緒に共になってですね、学校をですね、地域の学校ということで、頑張っていきたいと。で、本校はですね、あと2年後になりますけども、コミュニティスクールをですね、設置する方向で今進めております。地域の連携を深めるということで、コミュニティスクールを、設置して、さらにですね、地域に必要な学校ということで頑張っていきたいと思っております。校歌の歌詞にある、今あれうれし西町の輝くごとく、今浦安高校は創立当初のような明るく活気のある学校によみがえりました。そしてこの先、50周年、60周年とさらなる飛躍を目指しています。いかがでしたか？今回のこちら浦安情報局こちうら、次回は楽しく活動していますボランティアをはじめ、企業の地域貢献などご覧のラインナップでお送りします。年末を控え、そろそろ大掃除をとお考えのご家庭も多いのではないでしょうか。効率よく掃除をするには、あらかじめ段取りを組んでから始めるのがコツ。ご家族で行う場合はそれぞれ分担を決めておくといいですよ。それではまた。